か純平が好きなら女無邪気でいなくない？いないの？無邪気に触れてない。無邪気に触れてないよ。うん、でなんか多分自分の心の中で、あやが人生の中で俺まだね関わったある女の中で、うん、一番無邪気だから、うん、無邪気の顔避けちゃってるの。自然と。もうあやみたいな感じになっちゃうから、うん、自然と避けてる可能性はある。それはある可能性はある。あやっぽくない子を選んじゃってるの。ああ勝手に。勝手に。えどっちがいいのそれは？無邪気系か大人女子。無邪気。無邪気がいいんだよ。無邪気がいい。でもやっぱみんなに言うの、どんな子が好きなのじゃあ JP は純平はみたいな、やるときに普段あやの面倒を見てるから、そういう子じゃない方が多分恋愛っぽくなるのかな、うんうん、とは言ってて、うんうん、だからあやみたいな子だと俺のもまたお兄ちゃんの顔になっちゃう、はいはいはい、何でもやってあげちゃうし、だからあやっぽくない方が、うん、じゃあ男になれるのかなっていうのはみんなすごい言ってる、うん、どうこの回答これって大人女子じゃん。そう、でも大人女子は好きか嫌いかは別に分かんないけど、その無邪気な方が好きなの。無邪気な方を選ぶとあやになっちゃう、うん、さあどうするさてどうした、もうほんとね、女の子からすごい言われるけど、あやのことも知ってて、俺のことも知ってる子は言われるけど、もう純平が彼女できないのは間違いなくあやのせい。もう 100% 言われます。なんで冷静に考えてみるみたいな、あやちゃんよりおしゃれじゃない女の子と付き合えるよ。こんなにおしゃれな子の横にいて、あやと比べちゃった時に、あ、ちょっとダサって思ってたら、もうその子ダサいんだよって。おしゃれなんだけど、あやと比べた時にダサいく見えちゃうんだよ、純平くんって。でもそんなさ、あやと比べてんの、はい、それも知らずにね。俺も知らないよ。知らずに比べちゃったんだ。それはもうほんと悩みだね。今で言う。あやと比べちゃダメだよ。あやと比べちゃダメだよね。っていうか、妹と比べるってどういう気持ちなの？え、だから、じゃあ洋服とかも、あやよりダサいなとか感じんの？え？マジで？だってお前はもう妹の枠ではないから、俺の中では。何やってんの？最高の女たち。最高の女たちだから。妹というか、全ての先生。俺の中であやはもう先生だから、その先生と比べちゃうよ。正直。で、やっぱ先生と一番安い。やっぱ空間とかのドライブとかで。やっぱ話さなくていい時は話さないし。でも話す時は本当盛り上がってるんです。カメラが回ってなくても。あれもね、理想です。理想なんですよ。やっぱ、いすぎる。こんなに妹と私生活を共にしてる兄弟はなかなかいないから。でも他の人は分かんないと思うんだけど。で、俺は服装とかもさ、その例えば美容針とか、ホワイトニングとか、全部あやから言われてる。自分の意思じゃない。あやから全部言って言った方がいいから、ここを進めながら、あやが紹介するよ、脱毛も。全部先生のおかげなの。そりゃ先生と比べちゃいますよ。だって俺の世界では一番いい女は先生なんだよ。でしょ？先生が学んできてるもん。はい。そう、だから、先生がちょっともう、ネック、俺の中では。で、仲間ち兄弟